やっぱりカッパは悪い妖怪じゃない気がする。待てよ、大家族を養いよる一家の大黒柱やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はあやかしが住まう河原をやっていきたいんやけど、桜本町で妖怪の噂を調査。出会い頭大橋の近所に住むおばあさんが何やら心配なことがあるそうだ。おばあさんに話を聞いてみよう。出会い頭大橋、言いづらい、長いねはい、案内して。ゴーゴー。これかな、出会い頭大橋って。わからんけどわからんけど。んー、でもこの辺、あ、おった。あ、あの、え、どっち、なんか二人おる。おばあさんって言ったよね。ってことはこっちかな。合ってる、こっちで。どうも。すみません、お聞きしたいことがあるんですけど。なんだい。おぎわぎのいい子ね。うちの孫があなたと同じくらいの時を思い出すわ。うーん、最近変わった噂とかありませんか。例えば妖怪が出るとか。左側がすごい気になるんやけど、あれ何、おばあさんとなんか誰か喧嘩しよる。わからんけど妖怪。そうよ、その噂なら聞いたことがあるわ。孫が危ないかもしれないの。何、誰、孫なんか来たけど、ちょっと犬を押されたし。お孫さんに何かあったんですか。めっちゃ普通に話聞きよるけど、あいつ、うちの孫ね、今お見合い中なのよ。あ、じゃあ絶対違うね、これ学生や。お見合いですか。メガネまでかけて似とるな。うちの孫はかなり奥手だからか、なかなかお付き合いまでいかなくって、何考え込んだりとかようやくお見合い相手のお嬢さんと散歩しに出かけてまではいいけれど、出かけた先の河原に妖怪が住んでいるって噂をさっき聞いちゃったのよ。そんなのいないから大丈夫だなんて娘は言っていたけれど、私は心配でねめっちゃなんか話に参加してる感がすごいんやけど。目どころか鼻の穴に入れても痛くないくらい、とっても可愛い孫なんだもの。大丈夫かしら、無事に帰ってきてくれればいいのだけれど。ねえ、あなたたち、うちの孫の様子をこっそり見てきてくれないかしら。うちの孫が妖怪に何かされていないか、もう心配で心配でしょうがないのよ。孫は女の子。お孫さんを心配するおばあさんの依頼。お見合い相手と河原にいるお孫さん、その河原には妖怪が住んでいるらしい。妖怪が悪さをしていないか心配なので、お孫さんの様子を見てきてほしいそうだ。今問題が起こってないなら大丈夫だと思うけどね、はい、任せてください。ありがとう。孫がいるのはこの近くの河原だったはず。でもあなたも気をつけなさいね。危ないと思ったら近くの大人に助けてもらうのよ。了解。あやかしが住まう河原発生、クエストを進めてみよう。まあ引き受けたはいいけどさ、俺たち邪魔じゃないかな。まあそれはね、妖怪がいるかもしれませんし。どこ行った、ナビワーンな。あれ、あー、おったおった、ナビワーン、はい、連れてって。あっちのハテナはまた違うやつってことかな。あ、この下、おーったー、大丈夫、超邪魔そう私すみません、僕に何か用かい。あれ、やっぱり男の人か。はい、実はおばあさんに頼まれて様子を見に来たんですけど。ん、ばあちゃんが。うー、そんな心配しなくてもいいのに。でもばあちゃんに心配されても仕方がないのかもしれないな。僕、女性と話をすると緊張しちゃってうまく言葉が出なくなるんだ。そこじゃないよ、心配は。会社で一緒に働いてる人でもドキドキしちゃうのに、お見合い相手の女性と話すなんてドキドキというよりもバクバクだよ。そうなんですね。てか、お見合い中に見知らぬ子供が乱入してくるって相手的にはどうなの僕の緊張しいなところは昔からなんだ。これが最近噂になったり妖怪の影響とかだったらよかったんだけどな。噂の妖怪についてなんですけど、この河原に住んでるみたいです。うん、なるほどね。余計にばあちゃんが心配するわけだ。あ、孫が言い出したんじゃなくって、何、娘が言い出した。あ、娘ってそういうことか。ここの母親ってこと。危ない目に遭っていないからここに妖怪はいないと思うよ。どちらかというとお見合いの方が危ないけどね。妖怪はまだ悪さをしていないってことかな。近くをサーチして妖怪がいないか確かめてみよう。まだ、もうなんか悪さすること前提。妖怪が何かしでかす前に見つけ出してやろうぜ。んー、でもどんな妖怪なんだろう。え、なに、そこ、え、背後に誰誰誰誰、カッパを見つけた
ちっちゃいおっさんみたいな。え、なんかあれじゃない？小脇にバッグ抱えとんやけど、サラリーマンやん。ネクタイつけとるし。河原に住む妖怪というのはカッパだったんですね。最近噂になってる河原の妖怪はお前だな。この河原には住んでおりますが、ご近所さんにご迷惑をかけてしまいましたか？何も。この妖怪なんだかすごく真面目そうで、悪さをするようには思えないんだけど。まあね、生活しよるだけで怒られてもよね、妖怪的にも。そうですよね。悪さをするとしてもしつこく相撲に誘うくらいでしょうし。どういうこと？カッパってそういう感じなの？なんで相撲なの？そうか。カッパは相撲が好きなんだっけ？そうなんや、知らん。そうなんだ。強いのかな、相撲。おい。シン、気をつけろよ。油断させておいて何か企んでいるかもしれない。カッパだよね。はじめまして。俺はケイタ。僕はトーマ。俺はシンって言うんだ。こっちがイツキ。いえいえ。こちらこそ。改めまして、私はカッパと申します。わかるよ。うわ、気合い合い。おい。自己紹介してる場合か。相手は妖怪だぞ。妖怪でも挨拶は大事ですからね。自己紹介は基本中の基本でミス。お前は少し黙っててくれ。だってね、なんか、ただの差別になるよね、いつき。はーい、かしこまりましまし。はい、その、かしこまりましまし。絶対何もかしこまってない。お前、あの二人のこと見ていたようだが、何するつもりだったんだ？まさか、あの二人を川に溺れさせて、命を奪おうって思ったんじゃないだろうな。そうだったの？いえいえ。そんな野蛮なことはいたしません。ただ、妻との馴れ初めを思い出して、ちょっといろいろ考えていただけです。はぁ、妖怪のくせに結婚しているのか。いいやろ、別に。すっげぇ、妖怪にも家族っているんだ。うっす。もちろんいますとも、生活ぶりは人間とあまり変わらないと思いますよ。特に私の一家は割と大家族な方でして。生まれたばかりの子や、進学する子のために、汗水さらしながらキュウリ代を稼いでいるのです。キュウリ代？キュウリしか食べないの？進学とかあるんやでしかも。ねえ、いつき、やっぱりカッパは悪い妖怪じゃない気がする。なんてよ、大家族を養いよる一家の大黒柱やん。家族のことが大事だって思う気持ちは妖怪も人間。家族のことが大事だって思う気持ちは妖怪も人間と同じだと思うんだ。スーさん、いつの間に出てきた？ほら、何もしてない妖怪をね。ところで、その腕についている時計、もしや妖怪ウォッチでは？うん、そうですよ。え、うん、そうだけど。ああ。そうだ、その妖怪ウォッチだ。何？おい、それを使ってカッパを操るんだ。何しに？ってこと？妖怪ウォッチは妖怪を操って自由に戦わせられるんだろ？それならこいつも戦力の一つして確保しておこうぜ。え、家族は？ちょっと待って。確かに妖怪ウォッチは不思議な時計だけど、妖怪を操って命令を犯したりとか、無理やり戦わせることなんてできないよ。何？それならトーマの妖怪ウォッチも、僕のつけてる妖怪ウォッチは呼び出せる妖怪が決まってるんだ。トーマくんの妖怪ウォッチはかなり特殊なものですからね。機能が違ったりするんだね。イスキが見つけたやつはどうなんだろう。あれ？てか夏目どこ行った？妖怪を呼び出すことはできても自由に操れないのかよ。待て、それなら妖怪たちはどうして一緒に戦ってるんだ？普通に仲間だからですけど。見返りもなしに人間手を貸すなんて、そんなうまい話があるのかよ。うまく言えないけど、友達だから勝つのかも。大事な友達がピンチの時は、俺のことなんて考えないでしょ。友達がピンチなら助けなきゃ、って思うのは妖怪も同じなんじゃない？そうだね。僕もケイタ君と同じ考えかな。妖怪を呼び出せるわけじゃない。呼び出せるだけじゃない。妖怪と特別なつながりを持てる時計だと思うよ。特別なつながりを持てる。うん。素晴らしい。どうしたの急に。あなた方が妖怪を思いやるその優しさ、私とても感動いたしました。いかがでしょう、私と友達になるというのは。おお、自分から進んで。さすが伝説の妖怪落ち着かい。トーマくん、その呼び名を言いたいだけですよね。どうもどうも。もちろん私の能力をお見せして、ご納得いただいてからで構いません。
ちなみに私の強みは何かと言いますと、妖怪サラリーマンとして身につけた話術です。話術だと？喋りが上手いところで一体何の役に？ねえ、うん、ちょうどいいよ。ねえ、あの男の人に取り付いてくれない？ええ、お安いご用ですから。なるほど、そういう手があったら。え、でもそれで成功してもさ、結婚したら全然違うわけやろ。おい、結婚の前に付き合っても全然違うわけやん。石を取り付いとかんと一体どういうつもりだ？取り付かせるって大丈夫なの？大丈夫だよ、俺に任せて。よろしくね、カッパ。今回は戦闘なしっぽいから。それでは取り付いてほしい時にまた話しかけてください。え、今じゃないの？取り付け。よーし、それじゃあカッパ、あの男の人に取り付いて。承知いたしました。ご趣味は？僕の趣味は、僕の趣味はレコードを聴くことです。隣町まで買いに出かけたりします。まあレコードですのね。プードルズはお気になりまして。プードルズ？何それ、かわいい。はい、プードルズのシエスタデイが好きです。暖かな日差しの中で昼寝をしたくなります。ビートルズのイエスタデイのことかも。ちなみに僕の特技としては、どんな場所でも眠れることです。のび太やん。たとえ寒かろうが、暑かろうが、目を落としたらすぐに眠れるのが僕の強みです。それはちょっと心配ですわ。よかった、うまくいったみたい。すごい、話が盛り上がってるよ。なんだかお見合いの会話というより、会社の面接みたいですけどね。いかがでしょう？私と友達になっていただけますか？もちろん、よろしくね、カッパ。仲間が増えて心強いよ。それではこちら、私の名刺でございます。今後ともよろしくお願いいたします。名刺、アークのこと？カッパが友達妖怪になった。カッパの妖怪アークを大切にしまい込んだ。こういうパターンもあるよね。平和主義、いいこと。ちょっと！ほうほう、おしゃれな名刺ですね。ってこれ、アークでしょうが。私に用事がありましたらいつでもお呼びください。よければなんですが、1回の呼び出しにつき給料3本いただけるとやる気も増します。まあね、お給料。何？給料だとでも言いたいのか？お給料。給料だけにお給料。なんちゃって、なんちゃって。楽しそうやね。お給料。サラ。そういうの好きなんと思う。まさにその通りです。私サラリーマンですから。サラ。それ私が言おうと思って。どんだけだよ。楽しそうね、みんな。なんかあの二人笑いのツボに入っちゃってるんですけど。あやかしがしまう河原はバッチリ解決。まあやれよね、いつきがちょっと頭が硬すぎるっていう。夏目どこ行ったの？夏目なんかどっか行くみたいな描写あったっけ？全然覚えてないんやけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。カッパはとりあえず、あれなの？このマップ上でも必ずここにいるの？いつも。そういうことかな？てかどこに出社しようかがめっちゃ気になる。